もう黒夢といえばですね、今テレビであのカオクシャボーカルが結構話題ですけども、はい、あれはご覧になっていかがですか？いや、あれは本人としては非常にかっこいいつもりでやってるんですけど、かっこいいですよ、うんうん、でもクシャッと言われて、うん、それはやっぱりこう熱くこうテンションが上がってくると、うん、そういう風になっちゃうんでしょうかね。あの昔からなんかこう歌にこう気持ちを、うん、アマチュアの時からね、うん、なんかそうなるとああになっちゃうんですよ。あ、そうですか、うん、それやっぱりあのひときさん、はい、名古屋のアマチュア時代からはじゃあ変わらずにってことですか？そう、だから昔から変わらずずっとすっごいかっこよかったと思いますけどね。なるほど、はい、じゃああの清原さんが顔くしゃならばひときさんはどんな感じのなんかポイントがありますか？ひときさんはもみくしゃでもみくしゃ、うん、もみくしゃもみくしゃで、それでは歌のスタンバイの方よろしくお願いいたします、はいはい。トップジャムで会うたびにだんだんビッグになっていく、そんな黒夢のお二人、今日はビーモス。突然うどんで